落合博光野球記念館は和歌山県東室郡大寺町にある元プロ野球選手及び監督落合博光の個人記念館。吉野熊野国立公園内に位置する日本初のプロ野球選手個人記念館で落合の別荘も兼ねている。改装工事のため2020年6月20日から休館している。営業再開時期は未定。 1993年11月18日に開館した。火取り先から透明先に通じる風光明媚な熊野灘が一望できる高台に立地し、記念館は落合の背番号、六と落合家の家門をイメージした六角形に設計されている。入場料は2020年1月時点で消費税込み2000円と高く、それが影響して普段の客入りは多くないが、 記念館に隣接して建設された自主トレコ屋は別荘として使用され、シーズンオフには落合本人が自ら2階の喫茶店、ベースボールヒーローでコーヒーをサービスする場合もある。落合が現役時代、シーズンオフのトレーニングの際に家族と共に大事町を訪れた際、温暖で素晴らしい環境に感激した妻、信子が長男、 福祉のためや自分たちの将来の生活の場として考え、夫、広光と相談した末に建設を決めた。落合は1991年夏に別荘用地として町内の土地を取得し、約1万8000平方メートルの敷地に生活もできる自主トレーニング用小屋、記念館を建設した。記念館前提には野球教室を開くことができるミニグラウンドが広がり、 1>, 1階が展示室、ビデオシアターになっている。展示室はアマチュア時代から現役時代にかけての記念碑、トロフィー、写真、パネルなどが展示されているほか、読売ジャイアンツ時代の1994年に制作した全身ブロンズ像や息子、福祉の玩具も展示されている。熊野灘が一望できる2階には喫茶店、ベースボールヒーローがあるほか、 落合の打撃フォームなどを描いた信子夫人の油絵も展示されている。西日本旅客鉄道規制本線、大地駅からタクシーで約10分。もしくは、大地駅から大地町長営循環バスに乗車して、平見公園前バス停留場及び、落合野球記念館バス停で下車。ありがとうございます。